最初はですね、森山さんです。ではどうぞ皆さん拍手でお迎えください。これをもう始まってます。皆さんおはようございます。東京シェアハウスの森山と申します。僕はですね、トップバッターということであまり難しい話はせずにですね、元気よくいきたいと思いますのでよろしくお願いします。僕はシェアハウスという場所を紹介しています。で、シェアハウスって最近テレビとかメディアで取り上げられたりするので、耳にしたことは方も多いんじゃないかと思うんですが、一つ、家をみんなでこう共有シェアして、住むライフスタイルですね。で、決して目新しいものではないんですけども、僕自身がちょっと長く海外に住んでたことがあるんですけども、そういった時にやっぱり人とこう暮らしを通してですね、つながれたことってすごくプラスだなと思ったので、そういったところをこう増やしていければいいなと思って、始めたことがきっかけです。実際に何かをしているかというと、基本的には東京を中心に活動していて、実際にこうシェアハウスを見つけて訪問してお話を伺いながら、自分が素晴らしいなと思うとか、特に記事とかを通して発信していくと。で、皆さんの運営者さんとかのお話を伺いながら、こうしてほしいとかそういった要望とかも聞いたりしてですね、自分で作ったというよりはこういった事業者さんとかのお話を聞いて作ったサイトのようなところです。で、シェアハウスって聞くとどうしてもこう安かろう悪かろうっていうイメージを持つ人って多いと思うんですけども、実際にはこう、みんなでこうシェアして余分なものはこう所有せずにシェアするので、経済的にすごくお得だったりするんですね。そういうことで、多分ご訪問されるとびっくりするような、その、豪華な音楽スタジオがついているものとか、みんなでヨガができるようなスタジオがあったりとかですね、すごく安いだけじゃなくて、どちらかというと一人暮らしではもう手に入らないような暮らしがあるような気がしています。で、実際そういうところって多いのかっていうと、これうちのサイトになるんですけども、自分でもちょっと見てびっくりするぐらい最近では数が増えてきていて、それも郊外とかだけじゃなくてですね、それこそ山手線の中とかにすごい増えてきてるのかなと。で、これはちょっとうちのサイトの物件数の推移なんですけど、開始した時は30件、これ開始するのにも1年ぐらいかかってるんですけども、それでもすごく数が増えてきていて、今は768物件ですね。で、ピンク色のところはですね、今まではその東京だけで活動してたんですけども、東京、自分自身がこう海外とかでもいい出会いがあったりしたので、そういったところをやっぱ紹介したいなということで、今ではバンクーバーとかニューヨークとかの物件も少しずつ紹介できるようになって、今では1万部屋を超えるぐらいの、規模を紹介できるようになりました。ですね。で、大体どういった物件があるのかというと、大体男性限定で、あるってあるんですけど、ほとんどは女性限定と男女共有というのは大体半々ぐらいですね。で、部屋数が少ないも20部屋未満になると大体女性専用が多いんですけれども、大型物件になると男女共有というものが多いです。で、これ青色とオレンジの2012年と13年の対比なんですけれども、12年の時っていうのは、やっぱり池袋とか上野とかそういったところがイメージだったんですけども、去年ぐらいからものすごい数がこう渋谷とか新宿のエリアにも出てきたところと、あと東京の千葉とか神奈川とかですね、こう空き家とかをこう共有されて活用しているっていうところも大きな特徴だったりします。で、実際に住んでる人っていうのは、若い方がやっぱり中心にはなるんですけども、20代から30代前半の方が大体中心になっていて、正社員の方がやっぱり4割以上というような感じですね。で、よくこうシェアハウス内で恋愛ってないのっていう話もよく聞くんですけど、皆さん思ってるほどその恋愛目的で住む人っていうのは少ないんですが、最近思ったのはですね、そのシェアハウスで住んで付き合った方っていうのはものすごい高い確率で結婚してるんじゃないのかなと思うので、これ誰か興味ある人がいたら調べてもらえると僕としても嬉しいかなと思ってます。で、なんでそんなにこうシェアハウスっていうのが流行ってるのかなって考えると、昔はやっぱり消費目的、大量生産大量消費の時代っていうのはやっぱりこう安全とかそういったところの要求があったと思うんですけども、やっぱりこうコミュニティに属すことでこう得られる満足っていうのは今は大きいのかなと。で、それが本当に若い子からもうそれこそ
高齢者の方までみんなが一緒に住めるっていうライフスタイルになりつつあるような気がしています。まあ単純にまあみんなで住んだ方が楽しいんですよね。まあそういうことで流行っていくんじゃないのかなと。で、シェアハウスって結局形があって長く続くものを、まあ、シェアしているわけなんですけども、その住む場所をきっかけにそれ以外のもの、それをきっと形がないものとか、それこそ人脈とかアイディアとかそういったものも巻き込んでシェアできているっていうのが一つのシェアハウスの形じゃないかなと思ってます。で、今後、そのシェアハウスがどういう形で発展していくかってなんですけども、まあ、一つはやっぱり経済的にメリットが高いのでそこを追求していく形と、あとはそのコミュニティのある暮らしっていうところにすごく注目をされるんじゃないのかなと。で、僕はシェアの本質ってどこなんだろうとよく考えるんですけども、シェアっていうのはやっぱりきっかけの一つだと思うんですよね。で、そこでこうコミュニケーションがやっぱり必然的に生まれるんですけど、それを毎日の生活を通してこう保つことでそこでコミュニティっていうのが生まれるんじゃないのかなと。で、それってすごく僕としては暮らしの中ではすごく新しい概念で、それがあるからこそ新しいことが提供できるんじゃないのかなと。で、これからってそんなにこうこれが正しいって答えってあんまりなくてですね、で基本的になくて、まあいろんな答えがあると思うんですけども、そういったこう一人一人の思いとかを答えれるような暮らしっていうのがシェアハウスにあるような気がします。で、まあ、将来的にはみんなでこう何かを作っていくような競争、まあ、共に作る競争っていうのが、一つの大きなテーマになってくれたら、まあ、僕としても嬉しいなと思ってます。で、まあ、僕らの活動としてはですね、まあ、やっぱりこう東京を中心にやってるんですけど、世界中で、まあ、この前ニューヨークとかバンクーバーに行ってきたんですけども、日本人の人がこう海外に行った時に住めるような場所を提供したいと思って活動してる人って世の中にすごくいるんですね。なのでそういう人をこう紹介できたらいいなと思って活動してきますので、今後ともよ、まあ、見守っていただけると嬉しいです。ご清聴ありがとうございました。森山さん、ありがとうございました。一つちょっと質問をさせていただければと思うんですけど、実際にこうみんなでこう過ごしたらすごいこう楽しいとか、共有する時間を得られると思うんですけど、逆にこう個人の時間がこうなくなるんじゃないかってい こうイメージを持っているんですけど、実際のところってどんな感じですか？日本のシェアハウスの、まあ、特徴でもあるんですけども、やっぱり個室って自分で持ってるんですね。で、そこには当然鍵もかかってプライバシーもあるので、人に会いたくなければ、まあ、自分の部屋にこもればいいだけの話なんですけれども、で家の中の全てを共有しているわけではなくて、共有スペースが家の中にあるというイメージなので、そこは自由に決めてもいいのかなと思ってます。はい、どうもありがとうございました。皆さん、本日の拍手をお願いします。ありがとうございます。はい。